はい、こんにちは。これこれさんが人気歌い手に訴えられるかもしれないってことなんですけど、まあこの相手というのがコロンさんという方で、エッジという事務所に所属していて、ストロベリープリンス、略してストプリという歌い手グループに所属している方です。で、経緯としては、これこれさんがツイッターでストプリの暴露予告を行う。で、この内容っていうのはコロンさんのオフパコの話だったということです。しかし、その後にツイキャスの運営から暴露をやめるように注意されたことで、急遽コロンさんの暴露をすることはやめたということなんですが、まあ実際の配信ではですね、まあ別件の話なんですが、ね、ネタみたいな感じだったみたいなんですけど、オフパコの相談に乗っていて、そのオフパコ相手がたまたま青髪だったということで、で、放送最後まで見たら、コロンさんではないということが分かるような内容だったんですけど、一部の方がコロンさんの暴露と勘違いしたということで、コロンさん激怒という流れとなっています。で、コロンさんの主張としては、配信の流れからしてコロンさんの暴露を示唆するようなものだったと。179% 名誉毀損。まあ、事務所と相談して配信者とその悪口を言った人を全員訴える。内容証明が届くぞ、待っとけ、みたいな感じでした。はい、でこれに対してこれこれさんは、逆にここまで言っておいて訴えなかったら脅迫になるんじゃないかと、もし本当にそういうこと言ったんだったらむしろやってほしいですねと、ということで受けて立つ姿勢を示したと。でまあこれはやっぱなんかミズヤンさんの訴訟の余波がですね、なんかすでに出てきてるっていう感じなのかなって思って、まあ何かあればすぐ訴えるっていう、配信界も欧米化が進んでるのかなっていう感じなんですけど、まあコロンさんとしては名誉を汚されたということで、まあこれこれさんとしては女性を大事に扱わないから、これこれさんの枠という駆け込み寺に暴露しに来るんだということを言ってたんですけど、まあこれこれさん的にはまあこういった話もネタにしてるんですけど、まあこういうことが続くようだと、まあ正直こう配信やりづらい状況なのかなっていう、はい、世の中世知辛いのじゃっていうことですね。はい、こんにちは、悪口ゆうようです。てめえ人の心配してる場合か。言っとくけど、お前が俺にやってきたことは暴行罪、いや 179% 殺人未遂だ。絶対に訴えてやる。内容証明届くからな。証拠隠滅、完全犯罪先生。はい、ということで、お会いとなります。はい、ということで、モノモス系 YouTuber さんとかキャス主の方がお好きな方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。また次回、バイバイ、さよなら。